ドリアは米を使った料理の一つ。ピラフなど米飯の上にベシャメルソースをかけてオーブンで焼いた料理。現在知れ渡っているドリアの原型は1930年、頃横浜ホテルニューグランドの初代総料理長であったサリーワイルが体調を崩した欧州の銀行家のために即興で提供した料理であると考えられている。その時提供されたものはバターライスに 芝エビのクリームにとべしゃめるソースをかけ、オーブンで焼き上げたものである。好評だったこの料理は、シュリンプドリアとして、アラカルトのレギュラーメニューとなり、ニューグランドの名物料理の一つとなり、それが、弟子たちによって、他のホテルや町場のレストランでも提供されて広まり、今では、日本全国の洋食の定番料理となっている。戦前のニューグランドでは、それ以外にもカニを使ったドリアなど、 いくつかのバリエーションが存在していた。上にチーズを乗せる発想は、ワイル以降の後継者の改良によって得られたものという説もあるが、当時のフランス料理には、リゾットの上に魚介のクリームソースとチーズをかけてグラタンにするという料理も存在している。一般的な調理法としては、バターを塗った耐熱容器にバターライス、またはピラフを盛り、ベシャメルソースで覆い、 その上から削ったパルメザンチーズを振りかけ、表面に焦げ色がつくまでオーブンで焼く。エビやイカを入れたものはシーフードドリア、鶏肉を入れたものはチキンドリア、カレーを使ったものはカレードリアと呼ばれるなど、具材やソースによって様々な呼ばれ方をされるが、ライスグラタンと呼ばれることもある。イタリアンファミリーレストランチェーンのサイゼリアではターミリックライスを用い、 クリームソースとミートソースで仕上げたドリアをミラノ風ドリアと呼称している。もちろんミラノにミラノ風ドリアは存在しない。ドリアはサリーワイルの創作料理であり、フランスにもイタリアにもワイルの出身国スイスにも存在しない日本で生まれた料理であるが、ドリアという料理名はジェノバの名門貴族、ドリアやの特に16世紀に活躍した海軍帝督の アンドレアドーリアに由来する。そのため、海藻風とも呼ばれることもある。本来、フランス料理で、ドーリア風といえば、19世紀に名声を博した、パリのレストラン、カフェ・アングレが、常連客であった、ドーリア屋のために作った、キュウリチキン・トマトを使った料理、赤が揃っていればいいと考えられるのことを指しており、その名残か、20世紀初頭の古典フランス料理で、ドーリア風とは、 付け合わせにキュウリを添えること、あるいは、キュウリのスープのこと、であり、サリーワイルが考案した、ドリアとは、全くの別物であった。これらから、ドリアドリア風とは、本来、特定の具体的料理のことではなく、緑、白、赤のトリコローレの色使いの料理のことを指していたのだと、推測される。ジョルジオ・オーギュスト・エスコフィエチョ、デガイド・クーリーネアや、ルイ・ソルニエチョ、 レレペトワデラキュージーヌにも掲載されている、オマール・トービルという古典フランス料理が存在する。タンバルザラにリゾットを敷き、手鍋でマッシュルームをバターでソテーし、薄切りにしたオマールエビ、牡蠣、ムール貝、トリュフを合わせ、クリームソースであえて、リゾットの上に乗せ、そして全体にモルネーソースをかけ、チーズを振って、オーブンで焼く。トゥールビルとは17世紀に活躍した有名な フランス海軍帝督トゥールビル博、アンヌイラリオンドコタンタンのことで、海将風は、本当はこれに由来するともされる。ありがとうございます。